チャンネル11をご覧の皆さん、こんにちは。脇坂11でございます。本日はですね、ジャパンモビリティショーでございます。そちらのですね、モータースポーツエリアでですね、私今日ですね、 GR86、BRZ カップのですね、お車を走らさせていただきます。集合がですね、12時なんですけど、まだ本日オープン9時を回ったところでございます。ちょっと時間あるのですね、せっかくですので、ジャパンモビリティショー、どんな感じでやってるのかちょっと見に行きたいと思います。行ってみましょう。さあ、東7ホールですね。朝いいですね。まだ人が結構いませんですね。昨日まで人いっぱいと聞いてますけども、こういう時間いいですね。e モータースポーツがあって、スーパー GT の展示がありますですよ。こちらはですね、僕にものすごく、ゆかりの深いブースになっておりますが、まあエンジンのね、あ、これスーパー耐久ですね。あのカーボンニュートラル燃料で走らせているスバルの ST9 クラスの車両ですね。はい、水素カローラあります。水素カローラ、我々のボスのカローラでございます。そしてこれはラリーアートですね。ラリーアートのラリーですか。そしてバギーがあって、 GR ヤリス WRC があって、こちらはですね、 GR010 ハイブリッドでございます。ルマンの優勝マシンですかね。でスーパーフォーミュラーがあって、インディーがあって、 F1 があって、フォーミュラー E があって、でこれあの GR の H2 コンセプトですね。これからあのアーセオ、ルマン24時間を司る団体とですね、次なるレースをどういうふうに持っていこうかっていうところでですね、水素で走る車の、まだこれコンセプトカーですね。ですからあの TS050 からハイブリッドカーが始まって、 GR010 になって、次ね、こういう車がルマンを走らせるのかな。まあ今ね、あのカーボンニュートラルの時代で、いろいろこれからの車がどういうね、エネルギーで走るのかね、もう大体ね、 EV 界になる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 ってみんな言ってますけれども、いきなりね、 EV 界になってもですね、日本のその技術であるとか、日本のね、その経済がおかしくなっていく中、今ね、水素でをね、走らそうというね、そういう流れが来ております。まあそういうショーになってます。さあテンション上がりました。MotoGP マシンですね、ホンダヤマハね。ほんでモトクロスですね。これスーパークロスかな、どうでしょうか。アメリカの川崎ホンダで、これがトライアルですね。さあ川崎ですね、忍者40周年ですね。最近川崎バイクだけじゃなしに、こういうバギーとかもね、まあモーターショーの時もそうですけど、これから先の未来を示す、ワクワクさすような提案がされてるんですよね。で、まあモーターショーと何が違うかというと、多分車だけじゃなしに、車や人の移動、人の生活に関わるようなことの提案。だからいわゆる車、モーターショーって言ったら車だけになってしまうんだけど、もっとそれを超越して人々の生活をどういうふうに、もうホンダなんかね、プライベートジェット展示してるし、それの多分これ実物の中身じゃない。レクサスなんてね、こうやって未来の車、モビリティかな、やってるし、なんかよりその車という一つのものだけじゃなしに、それにまつわるいろんなものの提案をするために、東京モーターショーがジャパンモビリティショーに変わったんでしょうね。やっぱ三菱はね、やっぱこういうパリダカとかね、ラリーアートとか、まあそれぞれのメーカーの強みをもっともっと昔みたいに強くアピールしていってもらいたいよね。なんかその売れる車の車種をね、競合メーカーと負けないように作るんじゃなしに、それぞれのメーカーがそれぞれのメーカーの良さを強調していってもらえたらね、我々こうやって車を
モビリティを選ぶ側も分かりやすくなってくるね。日産の強みなんですか、三菱の強みなんですか、 BMW の強みなんですかってね、やっていけたらいいですけど。まあまあモビリティショーなんですけど、こういったね、あの水素を燃料とした、まあ、カーボンニュートラルが今のね課題やったりするんで、まあ、それのね取り組みをこういうところで展示してるということで。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、いただきます。すごい、一個一個ありがとうございます。暑くて急に出るのが怖いから、ちょっと開けさせてもらいます。ものすごいいい香りがします。あ、なんか滑らかな気がする。まあもちろんね、あの水素で焙煎したやつと同じ豆でね、違うやつで焙煎したやつの伸び比べてるわけじゃないですけど、これ単体で感じるとものすごく滑らか。ちょっとこんな言い方したら UCC さんに怒られるかもしれへんけど、我々コンビニでさ、 C さん、あの移動の時よくコーヒー買うやん。あの時にローソンはどうだ、セブンイレブンどうだって、ちょっと僕はまろやかなものを、どっちかというとちょっと薄めまろやかなものを好むねんけど、そっち方向のアジアと。 UCC のブースのコンセプトとしては、ドローンで豆を運んで水素で焙煎して、このロボットでお客様にコーヒーを配っていくということなんだよね。だからまあちょっと前のモーターショーではちょっと考えられへんのようなことですけど、まあ、水素エネルギーっていうことの未来の可能性に対して、カーボンニュートラル実現っていうことを目指した時に、水素のポテンシャルをこういうコーヒーメーカーなんかも感じてモビリティショーに出展されてるっていうのが、今回の東京モーターショーとは違うジャパンモビリティショーになったゆえんが、こういうところにも垣間見れましたですよね。お、トヨタでございます。なんかトヨタの、 あの展示の仕方もちょっと日本のモーターショーじゃなく、なんか前あのデトロイトショー行ったけど、なんか世界を意識したそんな展示の仕方ですね。あ、ブリヂストンだ、あれ知ってる、ブリヂストンのタイヤで月走るのよ、あれ。だからもうブリヂストン、もうモータースポーツを設計したブリヂストン、あ、もう地球上にとどまらず、すごいやね。だからもう正直もうこう我々の感覚を超えてね、もう我々世代じゃなしに何言ってるかわからんような、もうそんな無理やろって言ってる子供たちが作り上げていくような未来、これセンチュリーの SUV って言ったら怒られるらしいですよ。あんだけみんな乗り込んでるよ、これ超人気ね。ほらいいよね、かっこいいよね。ベントレー飲んでやったらこれの方が良くない？中ライトで何してるか見てはる、ライト当ててね、マニアックな人たち。なんか分からへんけど、新さんも我々が死ぬ頃にはとてつもなく変わってんのがね、あと30年40年、これめちゃくちゃ興味ありますけど、ランドクルーザー、なんかあの70とかの古いボディの形状してんだけど、ライトとかだけ超最新式の。これ新しいやつ違うの？これいわゆるプラドとして出てくるやつじゃない？あれ70だよ。これプラドとして出てくるんだよ。何あれ？ハンドルが丸ないと、
ぱハンドルなんていらないかもしれないしんちゃん、これから先。何メモしたしんさん、あれなんだ、あれもはや形がさ何やねん、もう教えてくれ。もうちょっと先へ行き過ぎてて分からへん。これはここまでは分かるさ、スポーツモビリティコンセプトだって。だからスバルもね、やっぱりこうカーボンニュートラルな時代ね、どんどん車が変わってきてもスポーツカーは存在し続けますよというメッセージですけど、にしても新さん、向こうのなんやねん、あれあれ空飛ぶのか、ちょっとよう分かりませんけど、まあこの辺電気自動車ですよね。これ何ですか、ゲレンデですか、コンセプト EQG。 あ、ゲレンデが電動になったと。ね、タイヤのパターンがさ、今までと違うことを表現してるのかもしれへんけど、これで水はけどうなんだろうね。ね、そんで急にその時代変わっても水のはけ方なんて変わらへんのじゃない。僕の親友も G63 買ってましたですけど、それのかなり先行ってますな。行きますか。どうやって乗り込むんですか、これ。これは、だいたいこの辺に足かけてる。あ、こんなとこ踏むんですね。はい、そうですか。でものものタイヤをタイヤをお願いします。社長までこれ、タイヤ。いや、なんか、デモランセーって言われた。でしょ、今、タイヤを、ね、メガニックの皆さん、タイヤを一切つけようとしてくれない。ちょっとオーディションちょっと戦わせていただいて、オーディション一緒にちょっと戦わせていただいて、今スタート簡単だから大丈夫。皆様本日はジャパンモビリティショー2023へようこそ。そしたらどうやって成功とか失敗した。そしてこのモータースポーツエリア屋外特設コースへご来場いただきましてありがとうございます。重いな。一緒か。じゃあ一緒か。じゃあ一緒か。じゃあ一緒トヨタワンメイクです。まずはもうミスター GT と呼ばれた時代から現在は監督、そして現役ドライバーとしても活躍、ベテラン脇坂純一選手、大きな拍手を。はい、ようこそお越しいただきましてありがとうございます。そして続きまして、トヨタ育成ドライバーとして絶賛売り出し中、スーパー GT もスーパーフォーミュラライツも頑張っておりますが、この初6レースにも参戦しております、平井響選手。そして e モータースポーツグランツーリスモの世界チャンピオンから実写の世界へ、少し前にはですねテレビの激レアさんを連れてきたにも出演されてました、富林雄介選手。はい、どうぞお越しください。はい、エサ選手、この前日曜日にトヨタガズーレーシング GR86BRZ カップ第6戦鈴鹿大会を戦われたばかりということで、まだいろいろ心の中はほやほやになってると思うんですけれども、いかがでしたか、この前の週末は。これはもやもやな選手が呼ばれたのこの質問ね、すごくするのね、どうなのっていう感じだったんですけど、結構苦しまれてます、ね。はい、僕はもう後ろの方で結構苦しんだんですけど、若手2人はね、運転うまいので、同情されるんですか、皆さん。この後ですか、僕らの運転に。そうですよ。一言いいですか。はい、どうぞ。同情するなら金をくれ。いや、誰も言うわけじゃないです。結構若い人方、はい、若いですよね。足立由美さん、足立由美、家なき子、ちなみに僕さっき聞いたんですけど分かんなかったです。すいません、すいません、昭和な感じで、はい、ご安全によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは3選手スタンバイをお願いします、はい、どうぞ期待の拍手をお送りください。はい、知りませんよ、言うてます、すいませんがと言っておりますけれども、違いが見られると思いますので、どうぞお楽しみになさってください。さあ、それではそろそろ準備でも
さんの横は全然違いますね。もういきなり演出が始まったユーモアがもう全然違うのと、もう本当に力強さ、力強さっていうのを本当に体感できたの初めてだったので、本当に楽しかったです。もうなんか手がまだ震えてるじゃないですか。震えてます。足も震えてるし、手も震えてますね。それは喜びで、それとも恐怖で？もう喜びです。喜びで、よかったです。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ご自身もスポーツカー乗ってらっしゃるんですか？これから乗る。これから乗る。乗るときはまた86のレースも出てきてくださいね。はい、お待ちしてます。ありがとうございます。できました。ヤリスは普段皆様お買い物車としてお使いになっている方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、それでもレースができています。さらにブドウ FF なのにインリフとして滑っております。 FF というのはね、前輪駆動方式ですとね、ドリフトなんかは非常にしづらいというかできないというのが一般的なんですが、いいロックしてる。インガマのリアタイヤがロックをしております。タイラー響きアリスのカップカーなんてほとんど乗ったことないはずなんですけどね。さすがですね。さあ、平響自身は沖縄出身、レーシングカートの全日本選手権やマックス・クラスなどに参戦をして世界を目指しておりました。その後はトヨタの一戦としてフォーミュラへも参戦し、現在スーパー GT にも堤結衣と組んで、そちらも86を乗って参戦をしております。はい、お疲れ様でした。ツヤツヤで輝いてるヘルメットと色を失った。違う違う、こういうデザイン、こういうデザインですよ。
つや消しってナウいわけですよ、こういうのが。11さん世代には響かないかもしれないですけど、11さん世代はもうキラキラのメッキピカーみたいな。なんでいや、汚い汚いやめろよやめろやめろよそれで拭いたって一緒じゃないですか。ごめん、アルパインスターさん、すいません。鼻くそつけよったら、先輩のヘルメットに鼻くそつけるとかあんの使い切りました。最後だって全部夏付きやってんだもん。乗る前に見てなかった。だけ減ってるから。見事な計算でしたね。ギリギリ最後。終わりになった日からね。もうタイヤ使い切りとなったら。これでぐるぐる近くで回ってるけどね。なんかワニネジも投げてくれるかなと思いますけど、誰も投げてくれなかったですよね。舞台じゃないですから。それだけお客さんの近くに行ったつもりなんです。いや、もう皆さん、メリを送って答えてくださってます。投げ越しあったらね、近くまで行きますので、お気に入り投げていただきます。褒められてのビルタイプでございますので、よろしくお願いします。今、初めて CVT のやり方に乗ったんですよね。電車走行もなかったですよね。ないです、全く。どうでしたか？早い。マニュアル初心者の方だったら絶対 CVT に乗って、同じ車でレースに乗ってても初心者の方には乗ったり、あと僕が一番驚いたのは、僕が最初にマックをちょこっとやったじゃないですか。 CVT がとんでもないマックをやったじゃないですか。負けてられるかと思って、僕も全開でマックを飲み込んだんですけど、制御がちゃんと整って、
新次さん業務連絡、これ完全下ネタですからね、やったんですけど富岡市下ネタ言ってます、これ言ってないですけど、はい、あの言ってない、何見ながらですか、ここはですね、僕のあの YouTube 用のマイクがあれしてまして、今富林のコメントに対してちょっと僕は YouTube 用に、あの、はい、ぜひあの YouTube で上がりますので、僕が何言ってるか楽しみにいただけたらと思います。これもう完全下ネタです、下ネタですすごいゆっくりなバッグ、ゆっくりなバッグ、ゆっくりなバッグ、下ネタでございます、下ネタです違う、マックのホイールスピンいただきました。はい、まあ、もう残念ながらね、最終戦はもう僕が優勝することで、まあ、決まってるんですけども、まあ、若手2人が素晴らしい走りを2位以下でやってくれると思いますので、ぜひね、若手を応援いただけたらと思います。よろしくお願いします。まあ、先日、レースは、ね、最後まで何があるか分からないので、はい、あのまあ、実際に一応、1位チェッカーは渡しますけど、まあ、その後の結果誰が知ったかよ。まあ、なので、まあ、今、ジェフさんよりランキングが上なので、このまましっかり上で終えつつ、僕も最終戦ね、まあ、ポイントしっかり優勝して、あの、いいシーズンを終われるように頑張りたいと思います。僕先輩なんですよ。実はまあ、僕があのレースしてるとき、富林選手がこんな子供で僕のところに写真撮ってくださいって言ってきてた子供なんです。僕先輩なんですけど、こんな感じで僕に接してくるようなレースなんですよ。楽しいでしょ。ぜひね、皆さんも聞いてるだけでなく、来年はぜひ僕がバチバチにやるというふうにいただけたらと思います。富士スピードウェイのときは多分ね、あの8年のパタドリーや天然声で皆さんを参りいただけるんじゃないですか、はい、思いますので、あのぜひ富士スピードウェイに来ていただきますと、あのシャッターガラガラのピットではなくて、普通にテントの下で普通に皆さんからご覧になれるところでドライバーたちをお話ししたり、うずろいだり出てきてサインしてくれたりで普通にしてくれるので、ぜひいらしていただきたいと思います、はい、楽しいです。はい、じゃあ小林選手、はい、今シーズンは、2位が2回と、勝てそうで勝てないレースが続いているので、最終戦、今年最後のレースが86レースになります。優勝して今年を終わりたらなと思います。応援お願いします。最終戦では泣かないように頑張っていきたいですね。ね、はい、という、まあ、残念ながら優勝ですけど、だから優勝は脇坂で来ていきます。ということでですね、まあ、あの今月末現地に来られる方はぜひお越しいただき、この中で見たという方は TRA 事務局の YouTube ライブ配信で応援をしていただきたいと思いますし、ぜひ皆さんもお仲間になっていただければと思います。ということで今日は素晴らしいパフォーマンスを見せていただきましてありがとうございました。はい、お疲れ様でした。我々のですね、ジャパン、モビリティショーモータースポーツエリアでの道場走行終わりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたですか、響選手。はい、たくさんのお客さんに、見てもらいながらの道場走行、最高に楽しんでもらえたかなと思います。トミーはどうですか。そうですね、あの本当に思ってる以上にたくさんのお客様が来られてて、同乗された方もねすごい喜んでくれたので、まあ、すごいあのモータースポーツを知ってもらういい機会になったかなと思います。なんかね、あのブラブラ歩きながら言いましたですけど、あのモビリティショーでね、あの車だけじゃなしにこれからの人々の生活をどれだけこう豊かにしていくかというね、そのモビリティの未来と、あとやっぱりそのエネルギーね、エネルギーがどうなっていくかってね、まあ、水素って言ってましたですけど、そういうようなねことを世界的に配信、ね、してるこの場でね、我々モータースポーツがこういうイベントさせていただけるのは非常にありがたいので、モータースポーツとしても、これからねたくさんの方々の笑顔を作れるように頑張っていきたいなということでございます。ということで以上、本日はですね、ジャパンモビリティショー会場からお届けしました。富樫選手、響選手、平選手、響選手、平選手、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。